一世のさ、こんにちは、ひまひまです。今日はですね、皆さん今日は何の日か分かりますか？そう、ひまが校外学習に行く日、イエーイ。ということで、今日はひまの校外学習2泊3日ですねの朝の様子撮っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。寝てた。あのラージっていうのはスタバのサイズ、ラージとか本当に体に入んない、そういう痛み。どうだった？今ね、全く意識なかった。今起きた。おはよう。オープニング撮ったっけ？ちなみに今早口つけてて、これ癖づけのためにつけてるんだけどさ、夜につけると朝には二重。うわ、本当にやばい。校外学習、実を言うとそんな乗り気じゃない。乗り気じゃないんですよ。ちょっとあのむくみ取るために耳にゴム引っ掛けます。あ、ちょっと待って、時間がないんだよね。今日あと40分ぐらいで家出なきゃいけないから、ちょっと急げよね。そうだ、なんであんま乗り気じゃないかというと、校外学習とにかく行けば楽しいのよ、ああいうのって。まあ、宿泊行事行くまで本当に乗り気じゃなくて、今って毎回行ったら楽しくなるのわかんの。朝は水飲みます。ちなみに現在の時刻は5時です。今日は朝、いつもヨーグルトとバナナを食べてるんだけど、バスで友達と朝一緒に朝ごはん食べようって言ってて、だから朝持ってきます。おにぎりとバナナ持ってく。で、そう、なんで校外学習があんま好きじゃないかって、例えばお風呂の時間とかも本当にないじゃん、宿泊行事って。それが嫌なの。でも行けば楽しいの、めっちゃ。で、2泊3日短ってなるんだよね、いつも。ただ行く前までがね、ちょっとね。今回はね、大部屋なのよ、とにかく。今回10人とかで同じ部屋だから、楽しそう。夜とか何恋話するんですかね。絶対するよね。ふぅ、顔のマッサージしてきました。本当に眠い。多分バス寝るわ。で、なぜか私の学校の宿泊行事の不思議なところ言ってもいいですか？はい。あのね、バスの座席決まってないの。私はてっきり昨日とかに決めると思ってたのね。そのと決めないで終わって、だから今日今からですね、自由席。どういう席になるのかな？私は多分 S ちゃんと隣ですけど。私はね、一緒に隣座ろうねって言ってるから、普通に友達とね。もうこういう優雅な時間もさ、明日はあるのかな。ほんと怖くてって行ったら楽しいし、なんか仲深まるじゃん、普通に本当に友達との。だからすごい、まあ好きは好きだよ。はい、予約が戻りました。でかでか、オッケー、髪結ぼう。そうでね、私ね、あの準備、宿泊行事の準備を昨日したわけ。なんか全然やる気起きなくて、昨日荷物準備したんだけど、なんかね、余裕ぶってたの。全然しまうもんないみたいな、余裕みたいな感じだったの。ちょっとさ、いっぱいになっちゃって、キャリーケースが入んないんですよ。なんで入んないんだろう、あんなに。おかしいんですよ。量が極端に多いわけでも、まあ別にないはないんですよ。まああるかもしんないけど、ほぼないんですよ。なんかめっちゃポンポンなの、紐のキャリーケース。もう一回、だからお土産とかそこに入れたかったけど、私は手持ちでめっちゃ荷物多めに帰ってくることになりそうです。よいしょ。あと私ここ三面鏡だから、いつもこうやってさ、横とか見ながらできるけど、明日三面鏡じゃないからさ、2日間耐えられるかな。心配性が過ぎてるから、なんかあれも心配になるし、これも心配になるしみたいな、不
不安じゃなくて心配。ちょっとアホ毛とか止めていきます。ちなみにね、皆さん最近湿気がすごすぎて、私はもうほぼ校外学習のために前髪を切りました。イエーイ、自分で適当にね。てか私って日焼け止めでこんな、あのさ、唇が白くなるわけ。これを、一気に拭くと、ちょっとね、リップしたようになるの。よくない？マットのリップつけてますかみたいな感じしない？これ。ほら。ね？マットのリップつけてますか感あるよね。私これ疑われるんじゃないかなと思って。先生たち。私本当にノーメイクですからね。本当になんかテカリ防止にベビーパウダー的なやつ。全然色も何もつかない無色のパウダーをつけてるだけで、何もメイクしてない。ちゃんと校則は守っていくタイプですから。で、そう、私の友達、ダイエットしてるの結構私とね。いつも朝ヨーグルトとバナナみたいな。で、今日バスで何食べる朝ごはんってなって、こうやって高学習だし食べちゃうみたいな感じで、いいよねって言って、まあおにぎりにしようってしたの、一応。って言ったら今、LINE 来て。私今日朝パン2つ買ったって来た。かわいいかよ。最後は紫外線予防。校外学習は焼けるからね。絶対に焼かしたくない私は、アームカバーと帽子は必須。みんな結構アームカバーとかね、帽子とかすると思う。あと、変にマスク焼けもしたくないから、マスクはあんま極力しないようにしたいけど。よし。やりたい。ぜひお待ちしています。 OK、 できた、完璧。あとはこんな感じで化粧水とか乳液とかいろいろ美容液とかパックとかここに詰められたので、これもスーツケースに入れていきます。よし、ではここに詰めます。ぴったり、めっちゃクリティカルヒットしてます。クリティカルヒット、やった。よいしょよいしょ。え、これ閉まる、こんなんだけど今。いけたいけた、オッケー。はい、というわけで私は今もう靴下を履いています。で、指定の靴下だからちょっと見せられないんだけど、あ、靴下見たい人なんていないか。荷物も全部詰められて、制服も着れたので、もう向かうだけです。ちょっと楽しみになってきました、ここまで来ると。朝ごはんのバナナとおにぎりを持って、めっちゃクリティカルヒットしてる。クリティカルヒット、行ってきたいと思います。ゆっく背負って、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はひまの、もう校外学習宿泊行事に行く前の朝の様子でした。ももかんです。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ、行ってきます。ひゅー、前髪を切りました。自分で適当にね、重大発表みたいな感じで言ったのが良くなかったですけど、全然3日に1回ぐらい切ってます。じゃあ有意に。